はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のパカですね。パカ今回これです。ダイハツかな、ダイハツどこだ、三菱か、とにかくサンバーっていうね、軽トラ64分の1かサンバーコレクションってやつ。あ、これですね。これをパカリッといきたいと思います。パカパカパカ、今あれですよ、台風来てるんですよ。で、外が騒がしいですから、すいません。パカッパカッ、台風の音に負けないように、はい、鳴り響かせたいと思います。このパカッっていう音をね、はい、多分無理ですけど、はい、はい、パカッ、僕のね、声の方が勝っちゃってますね。サンバー、これ青島文化教材社さんの、はい、もんですね。サンバーってどこだこれ。今当たったのが、グリーンシート付き、はい。サンバーってどこだ、スバルか、スバルですね。すいません、声が高いですけどスバルっていう時にね、スバルですね。そんなに高くないか、もっと高くしてみようか。スバル、スバルですね。こっち開けます。もうなんかゆるゆるだ。パカッ、はい、あ、ブルー、ブルー、ノーマル、あ、ノーマル当たりました。いいですね。グリーンはね、このシートをかぶせる。あ、シートかぶった、はい、いいですね。64分の1サンバーコレクション全5種300円でしたね。だからノーマルからいきましょうか。まあノーマルブルー、すいませんね、ノーマルブルー、ノーマルブルー、グリーンがシート付き、ホワイト、これもシート付きかね。でオレンジ、ダンボール付きね、ダンボール付いてます。ブラックはこれもダンボール付き。ここの部分そんなにバリエーションないですね。すいません。ノーマルの、あ、車輪動きます。あ、でもなんかちょっと硬い。結構プラスチックでね、言い方悪いですが、ちょっと安っぽい感じはします。すいません。でも、なんかちょっとガタガタすんな。細部はしっかりね、作り込まれてますね。運転席、ハンドル、チェンジレバーも、あんのかな、サイドブレーキとか、まあ、ありそうですね。細部はちゃんと作り込まれておりますね。これ正面。なんかこれ傾いてますね。ちょっと不具合が。あ、わかった。これちゃんとはまってないんだ。あ、壊れた。なんか壊れた。なんか取れたよ。ライトが取れた。ちょっと、ね、組み立てがきちんとなされてない。無理か。あ、なんかパキってた。やめとこうか。ちょっとね、ちょっと傾いてるんですけど、すいません。僕のせいではありません。はい。ね、元々のだからちょっと不良品ですね、これね、はい。この色いいですね。このグリーン。この色いいわ。ね、田舎臭くて。ブルーもなかなか田舎臭いですけどね、うん、いいですね、この感じいいわ。ケツペタ、うるさいね。サンバー、このシートもいい感じです。好きです、僕シートね、はい、こういう感じですね。ここはね、こっちも一応まあ一緒ですけど ね裏はこういう感じです。はい、裏もなんかきちんとね、本当細部までしっかり作り込まれています。はい、あ、スバルのマークもねちょっと分かりづらいですけど、はい、きちんとここにあります。はい、あ、こことかもいいですね、このまま。これ。これ。これいいですね。これ好きです。ね、紐をね、ロープ通したりするところですよね。こいつのね、こいつの上に乗せてね、くくってね、木材運んだり。はい、いいですね、サンバ。シートはね、かっちりとはつきません。乗せる感じですね、これね。この2つ、良かったな。あー、ホワイトもいいな。なんだかんだ言ってね、軽トラホワイトがいいですよね。
まあ、ということですいません。はい。暑い。台風来てる。まあじゃまあじゃじゃ。まあじゃ。すいません。